ミルバシルファッタフ・オグルイ・カスモフは、アゼルバイジャン人の革命家、政治家。1879年に、イラン、アーザルバーイジャンのダーシュ・ボラーグの貧しい農家に生まれ、1898年から革命運動に関わる。1905年からバラハヌイの工場で働き、同年にボリシェビキ島員となった。ロシア第一革命の際も、バクーで、 ボリシェビキの戦闘隊員として活動。1917年から翌1918年に、かけてもバクー軍とレンコラニ軍で、党組織を主導した。1918年に、アゼルバイジャン民主共和国が成立していた間は、地下に潜伏し、アゼルバイジャン共産党、第一回大会にて1920年2月12日に、党中央委員に選出されている。その後、 同年4月の赤軍のアゼルバイジャン侵攻に際して、ボリシェビキ放棄の指導者の一人となり、4月29日から5月まで、アゼルバイジャン革命委員を務めた。翌1921年5月から1924年に、かけてアゼルバイジャン社会主義ソビエト、共和国中央執行委員会副議長を務め、1926年春に、バク雨で開かれたヒョドル・フンチコフに対する裁判では、 裁判官を務めている。その後1931年から1935年まで、再度中央執行委副議長を、1935年から1937年6月まで、社会保障人民委員を務めた。同月から翌1938年7月18日まで、中央執行委議長を代行し、ソビエト連邦最高会議の第一期。 第二期大議員にもなった。1938年から1949年4月23日に幕府で死去するまで、アゼルバイジャン共和国最高会議幹部会議長、及び副議長を務めた。アゼルバイジャンの都市、タルタルは、1949年から1991年まで、カスモフを記念して、ミルバシルと呼ばれていた。ありがとうございます。